じゃあまた明日だ。じゃあな。バイバイ。馬が右向きゃ尻尾はどっち？さあ答えたまえ。馬が右向きゃ尻尾はどっち？左じゃないの？あ、違う。下だ。馬の尻尾はいつも下向いてるもん。ごめいと。君は謎謎が好きなようだね。ファンファーレ！レディーズ&ジェントルメン、ウルトラ謎謎大会へようこそ。謎謎に全問正解すれば世界旅行プレゼントだ。ただし10秒以内に答えられなければ失格。じゃあ行くよ。第1問。木は木でも空を飛ぶ木ってなんだ？ジェット機。ピンポンピンポン。じゃあ第2問。1ドルで2つ買える車の部品は？1ドルで2つ？わかった。ハンドル。ピンポンピンポン。やるじゃない。では第3問。朝は4本足、昼は2本足、夕方は3本足、なんだ？お化け。ブブー。人間だよ。赤ちゃんの時はハイハイで4本足、大人になって2本足、そして年寄りになれば杖をつくから3本足だ。残念。貴様のような出来損ないは飛んでいってしまえ。では第2問いくよ。暖かくなるけど絶対食べられないおまんじゅうってなんだ？あ、肉まん。ブー。正解はおしくらまんじゅうだよ。お前のような出来損ないは飛んでいってしまえ。おー。